切れてはいるけれども、なんか大きい楽しい変化が待ってる、そんなイメージですね。何ですかね、気になってるなんかすごい細かい線とかあんまりいいんですかね、気にしなくて私。あ、細かい線がある人っていうのはね、すごい繊細な人なんです。なんかこれがどうこうっていうわけではないんですか。いろいろ気のつく人っていうんですかね。障害になるとかなんかそういうことはないですか。障害線っていうのは、例えばですけれども、親指の自我からこう伸びてくる横線が、この生命線を切ればそれが障害線にはなるんですけど、でも今見た感じ、20代後半半ばくらいでちょっと切ってるけれども、しんどかったですかしらんどかったね。ですか？